ジョーダン英会話です。今回は時制についてお話をしていきたいと思います。で、時制っていうのは日本語で言うと何々します、何々しましたの違いです。何々しましたっていうと皆さん自然に、あ、この人過去の話してるんだなって思うことできますよね。で、英語も同じように形を変えることによっていつの話をしているのかがわかります。その説明をしていきますので、ぜひご覧ください。じゃあ行きましょう。時制。過去、現在、未来など、文がどの時点を表しているのかを指しています。動詞、助動詞の形を変えたり、付け加えたりすることで時制を表します。例えば、You are 25 years old。これは、are っていうのは、be 動詞の現在形ですよね。なので、これは、現在。あなたは今25歳ですよっていうことを言っています。次。He used this computer. これは used って言ってるんで ed ついてますよね。ちなみに use はもともとお尻に e がついているのでもう一個 e をつけなくても大丈夫です。d をつけるだけで OK です。で、He used this computer はもちろん過去形を使ってんで過去を表しています。次、It'll be raining tomorrow. これは、will を使ってますよね。助動詞の will を使っているので、未来を表しています。なんで、明日雨が降るでしょう。っていう意味になっています。She's been to Korea は、日本語にはない表現なんですが、完了形と呼ばれるものです。これは何かっていうと、ある一点から一点までを表すものです。この You are 25 years old は今25歳ですっていうことを言っています。で、He used this computer っていうのも過去の一点でこのコンピューターを使っていましたっていうのを表しています。で、It will be raining tomorrow っていうのも明日っていう一点で雨が降るでしょうって言っています。ただこの She has been to Korea っていうのは彼女の人生を線で見て、ここが、彼女が初めて韓国に行った時、それから今まで彼女はずっと韓国に行ったことがあるっていう状態ですよね。なので、ある一点から一点を指す時制になります。感情形はある一点から一点を指す時制というか、表現方法になります。で、完了形は時制じゃないよっていうテキストとか、教科書はありますが、まあ僕はもう時制入れてしまっていいんじゃないかなと思っています。コミュニケーションを取ることが目的なので、文法マスターになれっていうことではないので、そこはまあざっくりでいいのかなと思っています。次、現在、過去、未来、完了の中に一つの形で様々な表現ができる場合があります。例えば、現在形で見ていくと、The moon goes around the earth. これどういう意味かっていうと、月は地球の周りを回っていますっていう意味になります。これは、ずっと昔から先のずっと未来まで変わることはない事実ですよね。そういう時は現在形を使うことができます。He doesn't like fish. これは、彼が魚が嫌いっていう意味なんですが、彼が魚が嫌いっていう状態を表しています。状態も表すことができます。次。I always wake up at 7. これは私の習慣を表してますよね。なんで変わらない事実と、状態と習慣を表すことが、一個の現在形っていう形で、三つの、表現ができる、できていますね。次。現在、過去、未来、完了、それぞれにいろんな表現があります。どういうことかっていうと、未来形で言うと、I will see her tonight. I will see her tonight. 私は今夜、彼女に会います。I'm seeing her tonight. 私は今夜、彼女に会います。これも同じです。I'm going to see her tonight. これも、今夜、彼女に会います。全部同じような意味ですが、少しずつ意味が変わってきたり、今の気持ちによって使う形が変わってきます。で、各時制については別の動画で分けて解説していますので、ぜひご覧ください。以上です。ジョーダン英会話では
こんな風にざっくり英語の文法を理解していただいて、効率よく英会話を習得していただけるような動画をアップしておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。 See you.